ミコナゾールはアゾール系抗心菌薬の一種で皮膚、粘膜等の心筋症に適用される。1969年、ヤンセンファーマスーティカにより開発された。他のアゾール系抗心菌薬と同様、心筋の細胞膜に含まれるエルゴステロールの生合成を阻害する。種として賞酸使用の形で皮膚、粘膜に適用され、単独で内服用にも適用される。 心筋による頭赤、湿疹の防止用に、シャンプーリンス、液体石鹸に配合した製品もある。またリーシュマニア症にも用いられる。医薬用途の他に、一部のカラーフィルム製品の、現像用定着液にも用いられている。風筆水薬品モデルリストに収載されている。ミコナゾール硝酸塩クリーム剤としての、適応症ミコナゾール硝酸塩秩座剤としての、 適応症ミコナゾール蛍光剤としての適応症ミコナゾール注射剤としての適応症蛍光剤と注射剤は、ワルファリン、ピモジド、キニジン、トリアゾラム、シンバスタチン、アゼルニジピン、ニソルジピン、ブロナンセリン、エルゴタミン、ジヒドロエルゴタミン、リバーロキサバン、アスナプレビルと薬物相互作用を起こすので、これらの薬を投与中の患者は使用してはならない注射剤では、 以下のような重大な副作用が現れる場合がある。ショック、アナフィラキシー様症状、肝機能障害、横断急性腎不全 QT 延長、心室性不整脈半血球減少、白血球減少、血小板減少等余計路別の副作用、発現率は、クリーム0.80%、秩序剤0.19%、蛍光ゲル2.7%、注射剤、 12.9%である。ありがとうございます。